熱海市は来年4月から県内初の宿泊税を導入するのに伴い、宿泊施設向けの説明会を開いています。説明会には旅館など28の施設が参加しました。課税対象となる宿泊の判断基準は、契約上宿泊として取り扱うもの、日をまたぐ6時間以上の利用であるものとされ、旅館業法の許可や届け出がない施設でも該当する場合は対象になると説明していました。参加者からは、リゾートマンションのゲストハウスは課税対象かといった質問がありました。寝具等も利用されて、宿泊料金を取るということであれば、基本的には宿泊税は、課税となります。市の担当者は、レアケースなどの案件は個別に対応していくとしています。この説明会は来月3日と4日にも開かれます。